クロノブレイクキャノン発射。なんなんだあの巨大な船は。黒き月の中からあの船が。遊軍艦レーダーより消失。くそ、やられたか。巨大艦の内部から敵がさらに出現しています。シールド出力 30% に低下。回避急げ。エネルギーをシールドに集中しろ。はい。タクト。なんと凄まじい力だ。圧倒的ではないか。でかした、でかしたぞネフューリア。いかがですか、このオ・ガウブの力。ネフューリア、素晴らしい、素晴らしいぞ。これさえあれば皇国軍など敵ではない。そうですよね、素晴らしい力。やはりお前に奥の手を用意させて大正解だったわ。今頃あの小僧、吠え面を書いておるはずだ。我が輩を苔にした罪は重いぞ。思い知らせてくれるわ。なんだと、タクト、今なんて言った。だがそれじゃシールドが使えなくなるぞ。やってみるか。クロノブレイクキャノン再チャージ。了解。ネフューリア、命令である。あいつらをやっつけろ。敵をすべて投げ払え。敵をすべてです。そうだ、すべてだ。了解しました。では遠慮。魔法だ。どこを狙ってるんだ。これは我が輩の船だぞ。おい、ネフューリア、貴様何をしておるか。何と申されましても敵を攻撃しているだけですが。我が輩の船を攻撃してどうする。我が輩は味方だぞ。ですから敵を攻撃しているんです。我々の敵であるあなた方を。何だと。ご協力感謝しますわ、レズミ閣下。あなたは無能でしたが時間稼ぎはできました。な、何を言っておるんだ。衛星の資源とエネルギーによって黒き月を再生し、そのテクノロジーを利用してこのオ・ガウブを作り上げる。すべて私の思い通り。あとはあなた方を排除するが、白き月もトランスバールも我らバルファスクのもの、この私のもの。バルファスク。一体どういうことだ。貴様、まさか最初からそのつもりで。素敵なショーの始まりですよ。なんだ。船が勝手に動き出した。ネフューリア、何をした。バッカ、私からの最後の手向けですが、エルシオールと相打ちになるという名誉の戦士を。あなた、戦士。敵機関こちらに向かってきます。接触コースです。
回避だ、回避急げ。お願い、間に合って。ネフーリア、やめろ。誰がそんなことを命じた。このままではエルシオールにまっすぐ突っ込んで、そうなったら我が輩は。ああ、なんて美しい自己犠牲。偉大なる閣下のお名前はトランスバールの歴史に永遠に刻まれることでしょう。まあ、その歴史ももうすぐ幕を閉じますけどね。ネフィオリア、ネフィオリア、落としろ、ネフィオリア、ネフィオリア、ネフィオリア。認めん、我が輩はこんなところでは死なんぞ。私も大事ない。それより、一体どうなったのだ？そうだ。状況を報告しろ。敵の機関が目前で爆発しました。タクトさん！タクトさん！大丈夫ですか？よかった。充填完了です。行け、マイヤーズ。味方の船を特攻させるような奴らに遠慮はいらん。了解。了解。周辺の敵は私たちが引き受けます。残念でしたわね。最強と信じていた武器が通用しない気分はいかが？黒き月を一度は倒した武器だから、今度も効くだろう。そう思ったのでしょ？なんて浅はかな考え。黒き月のテクノロジーと、我らバルファスクのテクノロジーが融合した姿。それがオ・ガウブなの。それに引き換え、人間というのは進歩がないのね。いえ、むしろ退化してるぐらい。そう、600年前の方がよほど手応えがあったわ。エデンの子供たち、お遊びはここまでよ。何が起きた？クロノストリングエンジンが停止しました。ダメです。メインサブ両エンジンとも全く反応ありません。タクトさん、タクトさん、こちらラッキースター、エンジンが動きません。こっちもダメ。一体どうなってんのよ。これはあの時と同じですわ。あの時？黒き月と戦った時のことさ。今のようにクロノストリングエンジンは全て機能停止しました。なんということだ。あの船は黒き月の能力も備えているというのか。素敵だわ。なんて素敵な力。これに白き月の力が加われば。白き月だと？貴様などに白き月を渡すわけには。ではせいぜい抵抗してごらんなさい。もしできるならの話だけど。
攻撃再開。 E ブロック F ブロック損壊、 B ブロックで火災発生。クソ、エンジンが動かないんじゃ、シールドも張れない。外壁の 60% にダメージ。もう一撃来たらダメです。敵部隊多数接近、ミサイル来ます。ハクト、対艦命令を。芝陛下をお連れしてシャトルで脱出するぞ。マイヤーズ、シールドだ、急げ。はい、敵ミサイルシールドにより防ぎました。こちらハッピートリガー、エンジンの再起動を確認した。でもどうして今回は紋章機の翼も出てないのに。わかりません、タクトさん何かなさいました？そこの白き月の船、聞こえる？どこからの通信だ？急に割り込みが。発信源は8時方向、すぐ近くです。ここ、この範囲内で何かある？ちょっと待って、今。ちょっと、聞いてるの？浮遊物があります。モニターに映します。これは黒き月のコア。バカ、さっき黒き月は破壊して、だがその中からあの船が。一体何がどうなってんだ。返事する気がないならいいわ、勝手に要件だけ言うから。宇宙クジラがキャッチしたあのメッセージの声です。この辺りだけネガティブクロノフィールドを解除したわ。動けるようになったでしょ。さあ、とっとと逃げるわよ。待て、どうして黒き月のコアが我らを助けるのだ。説明は後、早くしないと本当に殺されるわよ。それでもいいの？マイヤーズ！タクト、相手は黒き月なんだぞ。のこのこついていくつもりか。しかし、やむを得ない。よし、緊急クロノドライブだ。了解です。総員に通達、これより緊急クロノドライブに入ります。各自衝撃に備えてください。なるほど。逃げ足だけは進歩したようね。だけど、逃がしはしないわ。150年の間、ずっとこの時を待っていたのだから。せいぜい楽しませてちょうだい。エデンの子供たち。
エルシオール、ドライブアウトします。通常空間に出ました。周囲に敵影なし。助かったか。大事ない。それよりエンジェル隊の者たちは？はい、前期ドライブアウトが確認されています。はい、大丈夫です。間一髪といったところでしたわね。しかし、あの赤いクリスタルは一体？黒き月のコアも我々の前方にドライブアウトしています。ちゃんとついてきたみたいね。上出来よ。とりあえずそっちに行って話がしたいんだけど。マイヤーズ！それに？礼だと？敵かもしれないんだぞ。当然だ。どこの誰だか知らぬが、聞きたいことは山ほどあるからな。タクトさん！はい、大丈夫です。それにしても、あのネフューリアとかいう女、一体何者なわけ？あいつ、自分の上官をあっさり切り捨てやがった。それに、あのでっかい船は。クロノブレイクキャノンが効かないということは、事実上私たちに打つ手は残されていないということです。あの巨大艦で何をしようとしているのでしょう。わかりません。タクトさん、私たちこれからどうすればいいんですか？確かにそうですわね。生きてる限り可能性は残っているか。まったくあんたらしいよ。このコアが半年前エオニアと共に広告を。話には聞いていましたが、その黒き月がなぜ私たちに？見て、タクト！コアの前に誰かいるわ！何やつだ！体が伸ばせるわ。まったくあの女、私の黒き月を好き勝手いじくり回してくれちゃって。うわ、ノア様と呼びなさい、ノア様と。まったく、これだから下っ端連中は。大体ね、あんたたち一体何考えてるのよ。こんなちっぽけな船なんかで来たって何にも意味ないじゃない。で、誰が管理者なの？だから管理者よ。白き月の管理者。そんなこともわかんないわけ？そんな呼び方してんの、あんたたち。
どうでもいいけど。で、誰が管理者なの？あんた？え？私のことですか？こんな能天気そうなのが管理者なわけないわよね。ミルフィーが月の聖母になったら世も末よね。バカみたいにバカ笑いするってことはあんたでもないと。バカって何よ、バカって。喧嘩売ってんの？まあまあ、ランファさん。落ち着いてくださいまし。あんたでもないわね。変な耳つけてるし。大きなお世話ですわ。ちょっと待ちな。お前さんが何者だか知らないが、管理者ってのは。私が誰だかわからない以上、あんたでもないと。まあ、無知振り回してるようなのが白き月の管理者なわけないし。悪かったね。ポルテさん、興奮すると血圧が上がります。へえ、白き月でもこんな人型インターフェース作れたんだ。割とよくできてるじゃない。私は、機械では。はいはい、あんたのことはどうでもいいから。あと残るは。どうでもいいとは何事ですか？バニア先輩に失礼です。他の皆さんにも、謝ってください。アンドロイドの部下ってことは、これも罰。私は、うるさいわね。あんたたち下っ端に構ってる暇はないの。で、結局誰なわけ？早く出てきなさいよ。待て、マイヤーズ。私が話をする。あんたみたいなお子ちゃまが管理者なわけないでしょ？お前も子供ではないか。質問を許可するわ。当たり前じゃない。そんなこともわからないわけ？案内して。だから案内しなさいよ。船のどこかにはいるんでしょ？なんで？だからどうして白き月がここに来てないのよ。おかげでまた融合できなかったじゃない。あんたたちは私のメッセージを聞いてここまで来たんでしょ？意味がわからなかった。お前の伝えたメッセージは白き月に残されていた伝承と同じであることはわかった。だがそれ以上はシャトヤン様にもわからなかった。本人からお聞きしたから間違いない。何ですって？ノアさん、シャトヤン様にどんなご用事なんですか？まさかこれほど情報が欠落してるとはね。まったく、そのシャトヤンとやらは一体何してたのよ。情報は欠落し放題。本来の目的を忘れ、黒き月に勝ってもほったらかし、その結果がこの危機的状況を招いたと誰も認識できない。情けない。こんな連中に黒き月は負けたの？あんたたちにもう用はないわ。さっさと白き月に連れて行きなさい。いいわね？戻ったんでしょうか？あいつ一体何なのよ。勝手に喋って勝手に怒って。助けていただいたことには感謝しますが、あの失礼な振る舞いはいかがなものかと思います。人柄の方はともかくとして、
気になりますわね、あの態度。ああ、あいつはシャトヤン様に用があるというだけじゃなくて、シャトヤン様に何か期待するところがあった、そう感じました。マイヤーズ、白き月に連絡は取れるか。あのノアってやつはどうするの？じゃあ、お言葉に甘えさせてもらおうかね。失礼いたします、タクトさん。そうですか、そのようなことが。なんとかして聞き出せんのか。わかりました。まずはノアさんという方を白き月までお連れしてください。私から話してみましょう。いや、お前はシャトヤーン様のおっしゃる通り白き月へ向かってくれ。それもなるべく早く。先ほど第三方面軍から報告が入った。お前たちが戦ったものと思われる巨大艦がトランスバール本線へ向けて進行を開始したとのことじゃ。最初の報告を送ってきた艦隊は通信の直後に消息を絶った。ルフト、すぐに進路上にいる新民と軍を避難させろ。今すぐだ。はっ、すでにそう命じてあります。ですが、敵は進路上の駐留艦隊や民間船を手当たり次第に攻撃している模様です。まるで子供がアリの群れを踏んで回るかのように。軍も最善を尽くしてはおりますが、しかしながら。タクトよ、ともかく今は敵の情報が欲しい。そして今お前たちと芝陛下を失うわけにはいかん。だから急いでくれ。一刻も早く白き月へ。よろしくお願いします、マイヤーズ司令。頼んだぞタクト。ではな。それでは白き月でお待ちしています。芝陛下。はい、シャトヤン様。道中お気をつけて。お気遣い感謝いたします。それでは白き月で。要件は全て伝えたではないか。長話をする必要はないはずだ。いや、よい。ありがとう、マイヤーズ。頼んだぞ。では、私は部屋に戻るとしよう。マイヤーズ、そなたにはまた苦労をかけるな。わかった。そうさせてもらおう。了解した。長距離クロノドライブに入ろう。あとはこっちでやっておくから、お前は少し休んでいいぞ。無駄だと思うがな。さっきも取り付く島もなく追い返されたそうじゃないか。話すことなんかないわ。ほら、さっさと帰りなさいよ。
あんたたちじゃ話にならないって言ったでしょ。一緒に考える？バカバカしい。あんたたちに一体何ができるっていうの？それに、あんたたちは所詮白き月の手足でしょ？どう考えているかは重要じゃないの。結果としてどう扱われているかよ。管理者のシャトヤーンがどう思うと、あんたたちは手足。だから何も教えられていないんじゃない。私は手足なんかに興味はないの。何度も言わせないで。話はそれだけ？それだけみたいね。じゃあ、私の邪魔しないで。タクトさん、入ってもいいですか？ノアさんの様子、どうでした？ちゃんとお話できましたか？ノアさんのこともタクトさんのことも両方とも気になっちゃって。それでどうでした？でもノアさんは何か話したいことがあるんですよね。そうなんですか。私思うんですけど、今の私たちと同じようにノアさんもきっと不安なんだと思います。だってここにはノアさんのお友達一人もいないんですもん。一人ぼっちでエルシオールにやってきて、知らない人たちから話せー話せーって言われて、私ならきっと泣いちゃって話なんかできないです。ノアさんとお友達になりましょうよ。そうすれば自然と話してくれると思います。そうですね。あ、私いいこと思いつきました。タクトさん、ちょっと待っててもらえますか？用意ができたらノアさんのところへ一緒に行きましょう。私、支度してきますね。ここより私の部屋の方がいいかなって思って。さ、ノアさんを招待しましょう。ノアさん、
こんにちは。ちょっといいですか？何？あんたたちに話はないって言ったはずよ。あのですね、お茶とケーキを用意しているんです。一緒に食べませんか？は？私も舐められたものね。物で釣ろうだなんて。やだな、そんなのじゃないですよ。じゃあどういうこと？きっと食べたいだろうなと思って。ケーキの嫌いな女の子なんていません。それが理由？はい。それにノアさんって黒き月の中でずーっと一人で眠ってたんですよね。ご飯とかちゃんと食べてました？食事？そんなもの、コールドスリープしてるんだから必要なかったわよ。え？必要な栄養分はアンプルで補給できるから困らなかったし。いけません！美味しいご飯は心の栄養です。お薬じゃ心はお腹いっぱいになりません。わかりました。私今からノアさんのご飯を作ります。いや、とにかく部屋に来てください。パパッと作れるものを用意しますから。なんなのあれ。なんで私が。それに、ノアさん、タクトさん、早く行きましょう。ちょっと。ミルフィー特製ツナと卵のサンドイッチに宇宙イカスミのパスタ、それにハヤシオムライスです。こんなことをされても私、何も協力しないわよ。やだな、そんなつもりじゃないって言ったじゃありませんか。わからないわ。私に施しをしても、何の意味もないじゃない。あんたたちにとって利益のあることなんて、一つもないのよ。それなのに、どうして。そんなことないです。だってノアさん、美味しいって言ってくれました。それだけ？たった一言じゃない。その一言が私にとって一番嬉しいことなんです。それにこうしてノアさんとお話ができます。お友達になれます。友達ですって？私はあんたたちなんかと。ご飯を美味しく食べてくれる人に悪い人なんていません。ランファに初めてご馳走した時も美味しいって言ってくれました。タクトさんとエンジェル隊のみんなで初めてピクニックに行った時もタクトさん美味しいって言ってくれました。ランファもミントもバニラもフォルテさんもチトセもタクトさんもみんな私の料理を食べてくれます。みんないい人です。私の大切なお友達です。だからノアさんともお友達になれます。大丈夫です。一つ聞いていい？あんた紋章機のパイロット？はい。なるほどね。少しだけ合点がいったわ。これが思いをエネルギーに変えるってことなのね。たった一言の言葉でクロノストリングエンジンをフル回転させるほどのテンションを引き出せる。そして、その言葉を投げかけてくれる
仲間を思う気持ちが、さらにテンションを引き上げる。黒き月が白き月に負けたわけ。ようやくわかったわ。え？そうか。この力があれば、もしかしたら。あの、ノアさん？ちょっと、そこでパスタ頬張ってるあんた！質問を許可するわ。話をしてあげるってことよ。何でも聞きなさい。ノアさん！いい？言っておくけど、食べ物に釣られたんじゃないわよ。そこのところ、間違えないように。と、その前に。ちょっと、これで料理はおしまいなの？まだ食後のデザートがありますよ。最初に焼いておいたベイクドチーズケーキです。じゃあ話をするのは、それを食べてからにするわ。それじゃあ切り分けますね。タクトさんも食べますよね。あんたはなしね。心の栄養補給を怠って栄養失調になるといいわ。実利主義者と言ってほしいわね。はい、わかりました。それじゃ、行きましょうか。タクトさん、よかったですね。ノアさんが話す気になってくれて。それにノアさんとお友達になれそうで、私とっても嬉しいです。いえ、そんな、お役に立てたのならよかったです。ちょっと、ちゃんと案内してよね。さてと、どこから説明しようかしらね。そうだな。あいつは何者で、一体何が目的なのか。まずはそこからだ。そっか。そこから話さなきゃいけないのよね。いいわ。あの女はバルファスクの一人。私たちの敵よ。バルファスクとは、なんだ？どういう意味なのかわからないけど、奴らは自分たちのことをそう呼んでるわ。かつてエデンの民は、奴らと戦っていたの。エデンの時代の敵。ということは、バルファスクとは、エデン以外の社会に属していた人間なのですか？正確に言うと、私たち人類と奴らは違うわ。奴らは、人間にない特殊な能力を持ってる。何のインターフェースもなしに、自分の身一つで多数の機械を同時制御できるらしいのよ。じゃあ、あの時巨大艦の周りにいた艦隊や戦闘機は、あいつが生身で操ってたっていうのか？それってつまり、オーブンも食器洗い機も掃除機も同時に扱えるってことですよね。お料理しながらお掃除できちゃうのか。便利そうでいいな。感心してどうすんのよ。他に、バルファスクに関する情報はないのですか？黒き月のデータベースにも、あまり詳しい情報はないわ。ただ、これだけは言える。およそ600年の時を超えて、奴らが。かつての外敵が、再び姿を現した。これは厳然たる事実よ。こんな時のために黒き月と白き月があったはずなんだけどね。二つの月はエデンを外敵から守るために作り出されたシステムだからよ。白き月と黒き月が
エデンを守るために作られた？そうよ。そのためにより強力な兵器に進化することも目的の一つ。シャトヤーン様からはそのような話一度も。そんな情報まで欠落してるんだもんね。せっかく私が敵の再来を教えてあげたっていうのに。だからあなたはあのメッセージを。そうよ、あの女がバルファスクだと分かったから。それにしても、ああ、もう思い出すだけでも腹が立つわ、あの女。決まってるでしょ、あいつはコアだけになってしまったのをいいことに黒き月を自分の支配下に置いたのよ。急いでプロテクトをかけて一部の機能を切り離したから完全に支配されることだけは免れたけど、結局あいつは黒き月の能力を利用してオッカウグを作り上げてしまった。外敵と戦うために作られた黒き月がその敵の手で悪用されるなんて屈辱以外の何者でもないわ。ノアさんの気持ちわかる気がします。私もタクトさんじゃなくてあの敵のために働かされたら嫌ですから。礼を言われるようなことじゃないわ。敵は白き月のテクノロジーを狙っていると言っていました。あの巨大艦もそのために。ではもし敵が白き月の力を手に入れてしまったら、それこそ始末に負えないでしょうね。私たちには片方のテクノロジーしかないわけですし。そうなったらこのトランスバール公国はどうなっちゃうのよ。そうさせないために白き月に呼びかけたんじゃない。と言っても何でもないわ。他に聞きたいことはある？何？その通りだけど。違うわ。あれは黒き月のインターフェース。私に似せて作ったただの機械よ。私は基本的に普段はコアの中で眠りについていて、必要のある時だけ起きるの。だから私が寝てる間に人が来たりした時の応対はインターフェースに任せていたのよ。それは言い逃れのつもりか。え？黒き月が行った数々の破壊と殺戮、忘れたとは言わせん。それともあれは自分の意思ではなくインターフェースが勝手にやったことだとでも開き直るつもりか。なんだ、何かと思えばそんなこと。そんなことだと？あれは間違いなく黒き月の意思よ。確かに私の意思でもあるけど、元をたどれば設計したエデンの民の意志ね。あんたが黒き月を非難するのは勝手だけど、それは方法論の違いでしかない。エデンを守るためにより強力な兵器に進化すること、それが黒き月の目的だから。だがそのためにお前がしたことは平和なトランスバール公国に無用な騒乱を起こしただけではないか。敵がいることも忘れてダミーを貪ることが。戦いがないからといって刃を研がないのは愚か者のすることよ。白き月だってそのために作られたことを忘れないでよ。そのために多くの命が失われても仕方がなかったとでも言うのか。感情に流されるのは悪い癖ね。あんたたちがそんなだから、あの女にいいようにやられたのよ。貴様、言わせておけば。
たが、分かった。気分が悪い。マイヤーズ、あとは任せる。さて他に質問は？言葉もないって感じね。でも事実は事実よ。要はそれをどう受け止めてどう対処するかってことか。おっしゃる通りですね。了解しました。それじゃあ私は白き月に着くまで適当に休ませてもらうわ。まさかエデンの時代まで遡る話だとは思わなかったよ。バルファスク、600年前にエデンと戦っていた敵か。話が聞けたのはいいけど、敵の名前が分かったところでねえ。我々には未知の敵であり、その力が強大であるということには変わりありません。正直言って対策の考えようもありませんわね。そんなこと言われたって。ええ、はい、それじゃあ失礼します。まずいな、エンジェル隊の士気が目に見えて落ちてる。無理もないですよ。圧倒的な強さの敵がいて、しかもこっちの武器は効かないって言うんじゃ。しかも白き月があの黒き月と同じ目的で作られたなんて、正直信じられません。なあタクト、あの女本当に信用できるのか。あいつは言ってみれば黒き月そのものなんだぞ。バルファスクとかいう敵はもちろん気に食わんが、俺からすればあのノアだって。どうしてそう言えるんだ。こんな時でも能天気だなお前は。そうだったな。わかった。お前のその能天気を振りまいてこい。
タクトさん。実はそうなんです。このカフカフの木にちょっと。はい、そうなんです。みんな怪我とかしないで幸せになれますようにって。はい、もちろんです。それじゃあ一緒に。エルシオールのみんなが無事でありますように。よかった、タクトさんがそう言ってくれれば私も安心です。あ、いえ、別に。いえ、それは立ち話もなんですから、よかったら中に入りませんか？タクトさん、私、怖いんです。敵はあんなに強くて、だけど正体もよくわからなくて。私たち、本当に勝てるんでしょうか？このままだと、みんなめちゃくちゃにされちゃうような気がして。エルシオールも、紋章旗も、広告も、白き月も、みんな。それに、タクトさんも。でも、はい、タクトさん。あ、タクトさん。マイヤーズ司令、何かご用？ちょうどよかったわ。司令に聞きたいことがあるんだけど、いいかしら？あのね、さっきバニラから聞いたんだけど、敵が人間じゃないって話、本当なの？生身で艦隊を操ることができるそうです。やっぱり本当なんだ。そのノアって女の子、黒き月の関係者なんでしょ？本当にその、大丈夫なの？もう、そういう心配じゃなくて。バニラ、あなたは不安じゃないの？私は、皆さんを信じています。バニラ、でも。マイヤーズ司令。はい、タクトさん。
そうね。そこまで言われたら、私もあなたたちのこと、もっと信頼しないとね。ありがとう、バニラ。マイヤーズ司令。いえ。できるだけのことはしておかなきゃ。巨大艦が何だってのよ。今度会ったら絶対にやっつけてやるんだから。タクトだってそう思ってるんでしょ。あら、タクトさんじゃありませんか。よかったらご一緒にお茶にいたしません。今日はアップルパイがなかなかいい出来ですわよ。紅茶によく合いますわ。こんな非常時だからこそ冷静にならないと。そうでしょ。それがよろしいですわ。ではどうぞ。あらあら、そんなに慌てて。もっと冷ましてからいただかないと。タクトさん、落ち着きが足りませんわよ。ご存知ですか？紅茶が熱くなっているのには訳があるんですのよ。飲みやすい温度になるまでおしゃべりを楽しんだり、じっくり考え事をするためにということなんだそうです。はい、お付き合いしますわ。ええ、有意義なひとときを過ごせましたわ。どういたしまして、私もお話ができて楽しかったですわ。よー、タクト、見回りかい？ジタバタしたってしょうがないだろ。なら、いつもと同じことをするだけさ。ピンチなら今まで何度もくぐり抜けてきたじゃないか。心配いらないよ。だからタクトも神器臭い顔しなさんなって。おやおや、ずいぶん素直じゃないか。そうかい、あんたの腕は信じてるから、もっと自信を持ちなって。ああ、頑張っていで。タクト、また例の情報が届いたぞ。今度やられたのはザッハ星系の資源衛星だ。衛星は敵に掌握されて、
脱出した民間人と護衛の部隊。やはり広告軍の兵器ではあの巨大艦のシールドには太刀打ちできないらしい。ついでに言うと、親玉を取り巻いてる戦闘艦も日に日に数を増やしているようだ。失礼いたします。マイヤーズ司令、陛下がお呼びです。おいで願いますか。芝陛下、マイヤーズ司令をお連れいたしました。マイヤーズ、まだ白木付きへはつかんのか。一日で戻れ。では質問を変える。敵の侵攻による被害はその後どうなっている。もうよい、やめろ。もうたくさんだ。我々には何もできないのか。ただこうして毎日のように飛び込んでくる被害報告を聞くことしか。紋章機なら勝てる。クロノブレイクキャノンがあればなんとかなる、そう思ってきた。だがそれは我々の思い上がりだったのか、幻想に過ぎなかったというのか。私は無力だ。芝陛下、マイヤーズ司令のおっしゃる通りです。希望を捨ててはなりません。そなたたち、すまぬ、取り乱してしまって。無礼な物言いをいたしました。陛下、どうかお許しください。いや、良いのだ。謝るべきは私の方だ。うん、頼むぞ、マイヤーズ。まもなくトランスバール本線に到達します。まったくだ。実際にかかった日にちよりずーっと長く感じたよ。一日先週の思いとはまさにこのことだな。しかし、何もブリッジに全員集まる必要はなかったのでは。だって少しでも早く白き月を見たいじゃない。そういう千歳だってそうなんでしょ。あ、はい、実は。来ましたよ。久しぶりに帰ってきたって感じね。ほんとほんと。芝陛下も白き月にいらっしゃるのは久しぶりなのではありませんか。うん、あの一件以来宮殿住まいだからな。フランボワーズの言う通り、帰ってきたという言葉がしっくりくる。しかし、これがエデン防衛のための兵器だったとはな。白き月の中にクロノブレイクキャノンや兵器工場があると知った時もショックでしたが、今回のはある意味それ以上だったね。タクトさん。私もそう思います。白き月から通信です。回線開きます。タクト、よくぞ無事に戻ってきてくれた。
今後のことをシャトヤーン様と相談するために一足先に来とったんじゃ。ルフとルスの間ご苦労であった。陛下もご無事で何よりです。面目次第もございません。軍の戦力では敵を足止めすることすらかなわず。ルフトのせいではない。そなたは被害を最小限に食い止めるためによくやってくれた。そう言っていただけると皆も報われます。お久しぶりです、ルフト将軍。うん、エンジェル隊の諸君も元気そうじゃな。千歳君、エンジェル隊には慣れたかね。はい、先輩方やタクトさんのおかげです。タクトさん、なるほど、もうすっかりエンジェル隊に溶け込んだようじゃな。安心したぞ。あ、失礼しました、マイヤーズ司令です。いやいや、良いのだ、むしろ安心したぞ。分かっておる。お前たちにはお前たちの流儀があるからな。ところで報告書は読ませてもらった。白き月の作られた理由、何と言ったらよいものか言葉が出てこんよ。当の我々にもにわかには信じがたいことばかりだからな。その話は白き月でいたしましょう。シャトヤーン様もお待ちです。わかった、すぐに行くとシャトヤーン様にお伝えしてくれ。本当に久しぶりだ。はい、やっと帰ってこれましたね。なんだかんだ言ってもやっぱり白き月は落ち着くね。そうですわね。あら、千歳さん、どうなさいましたの？いえ、別に。シャトヤン様に直接お目通りするのは二度目なもので、少し緊張して。そういう時は、深呼吸をすると落ち着きます。あ、はい。真面目すぎるんだから千歳は。ま、すぐ慣れるわよ。そなたたちの平静ぶりの方が尋常ではないと思うのだが。そうですか？でもシャトヤン様ってお優しいし、私大好きです。それは異論はないが、いや、そういうことではなくてだな。うるさい連中ね、少しぐらい静かにしてられないの？予想通り、無駄なスペースだらけね。それより、シャトヤーンはまだ？シャトヤーン様と呼べ。もうじきお見えになるはずだ。お待たせいたしました、芝陛下。ご帰還をお待ち申し上げておりました。芝陛下、それに皆さん。長い旅路、本当にお疲れ様でした。あんたが、シャトヤン？はじめまして。白き月を預かる、シャトヤンと申します。そして、こちらがルフト将軍です。公国の宰相も兼任されておられ。挨拶なんてどうでもいいわ。私のことは、聞いてるわね。黒き月の管理者。ノアさんですね。ようこそ白き月へ。ノアでいいわ。じゃあ早速本題に入るけど、あんたは白き月と黒き月、その本来の目的についてどれぐらい知ってるの？白き月が武器も生産できる施設であることまでは承知しています。しかしそれは人々を守り導くために使うものであると思っていますし、現に今まで
そのように使われてきたはずです。そして白き月と黒き月は対立する存在であると、そう伝えられていました。不正解じゃないけど、やっぱりその程度よね。情報の欠落は予想以上か。私たち月の生物、あなたの言葉で言えば管理者ですね。それらは代替わりをしていくのです。その過程で次世代に伝えられるはずだった情報がどんどん失われていったのでしょう。なるほど、代替わりか。それじゃあ欠落もするわよね。しかし参ったわね。やっぱり一から説明しないとダメか。ちょっと長くなるけどいいわよね。私も知っておきたい。話してくれ。そのためにわしらはここに来たんじゃからな。教えてください、ノア。二つの月の真実を。わかったわ、シャトヤン。あの詩を一緒に読み上げて。ただし第二節と第三節は交互に。え、あの伝承のですか。いいから言う通りにして。は、はい。万人たる双子、楽園を囲みリングを踊る。漆黒は確か、されど有限。真っ白は不確か、されど無限。双子は立つもの、時を超えて最悪を立つもの。双子は待つもの、時の果ての結びを待つもの。よかった。パスワードは変わってなかったみたいね。人間は忘れても、白き月のメモリーにはまだ残っていた。何これ、私たち今まで部屋の中にいたのに。多分映像ですわ。室内全体に投影されているんです。そう、これが白き月の完全な記憶よ。この映像の記録年代はと。ああ、私と白き月がお互いをロストした頃のやつね。ロスト？見失ったってことかい？二つの月がエデンの防衛システムとして作られたって話はしたわよね。エデンという守るべき対象を失っても、二つの月の使命は生き続けていた。なんだか悲しいお話ですわね。それがシステムというものよ。もっとも、片方はいつの間にかその使命を忘れていたみたいだけど。それは違う。エデンという文明は滅んでも人類は滅びなかった。だからこそ白き月は人々を守り育んできたのだ。以前黒き月と戦ったのも。それは本当の戦うべき相手を忘れていたからでしょ。エデンの外敵というね。まあいいわ。ともかくその話には続きがあるの。続きだと？黒き月と白き月はそれぞれ進化していく。でもそれだけでは最終形とは言えないの。じゃあその最終形になれば敵さんを倒せるってことですか？っていうか、そんなのがあるんだったらさっさと敵を倒しちゃえばよかったじゃない。そうはいかなかったのよ。今から600年前にバルファスクとの戦いは終わってしまったの。時空神ですね。ご名答。その名前ぐらいはあんたたちも知ってたみたいね。時空神、エデンを崩壊に導いたというあの大災害ですか？あの時時空神が起きたせいでエデンとバルファスクの間の空間がズタズタになっちゃったの。それでなし崩しに戦争どころじゃなくなったってわけか。
あのまま戦いが続いていたら、どっちが勝っていたか。それは、今となってはわからないけど。でもエデンの頃の技術レベルならともかく、今のトランスバール公国の力じゃ、人類が負けるのは確実ね。話を戻すわね。二つの月は、対照的な二つの思想に基づいて設計されたの。人間という不確定要素による進化や突然変異を取り入れ、その変動の振れ幅を利用して最大値を引き出すのが白き月。逆に、普遍性を重視して不確定要素を徹底的に排除し、変動の振れ幅を最低限に抑え、常に安定した出力を目指すのが黒き月。よくわかりません。こんなに簡単に説明してもわからないの？もうしょうがないわね。人間と協力しようっていうのが白き月、人間の力を必要としないのが黒き月。これならわかるでしょ。パイロットを必要とする紋章機と、すべて機械で動かす無人艦との違いと認識すればいいのでしょうか。まあそんなところね。兵器として完成するためには、この二つの思想のどちらが最適なのかを見極める必要があった。だから黒き月と白き月は戦い合う中で進化していったの。戦闘の経験を積むことによって、より優れた方向への進化を促すというわけですか。つまり二つの月は兵器であると同時に、壮大なシミュレーション装置でもあったのですね。正解よ。曲がりなりにも白き月の管理者だけのことはあるわね。そして二つの月は最終的に一つのシステムになるはずだった。どちらか一方が勝って、破れた方のシステムを丸ごと取り込むことによってね。それが融合。そういうこと。融合ってのは、ただ単に見た目が一つになるってだけじゃないわ。今まで進化してきた両者のシステムを統合して、より優秀であるという結論が出た思想に基づいて運用すれば、単体の月だった頃よりもさらに優れたものになる。それが最終形、外敵からエデンを守る究極のシステムの完成というわけよ。あの戦いの時、黒き月が白き月と融合しようとしたのにはそんな意味が。バカな！白き月と黒き月はもともと融合するべく作られていただと？芝陛下。ありえん！そんなことあってたまるか！そう思うのはあんたの勝手よ。でも事実は変わらないわ。でもその計画も頓挫してしまった。自分の役目を忘れてしまった白き月と、その白き月の力で黒き月を破壊したあんたたちのせいでね。さすがにこんな事態は想定範囲外だったわ。はあ、ではせめて黒き月のコアだけでも融合すれば。多分無駄ね。コアだけ融合してもあいつらに対抗できるとは思えないわ。ちょっと、じゃあ何？あの巨大化を倒せる手段はもうないわね。我々にはもはや打つ手は残されていないというのか。はあ？ほ
こりゃまた大胆な提案だね。考えてもみませんでした。あのね、白き月と黒き月は全くロジックの違うシステムなのよ。だからどっちかどっちかを乗っ取るという形でしか融合できないの。私もタクトさんの言う通りだと思います。タクトさんと一緒に美味しいものを食べて幸せになれます。タクトさんと一緒に遊園地に行って笑い合います。タクトさんと手をつなげば何だってできる気になっちゃいます。だから大丈夫ですよ、ノアさん、きっとできます。そんな簡単に言ったら苦労しないわよ。私もマイヤーズ司令のおっしゃる通りだと思います。あの詩にもこうあります。真っ白は不確かされど無限と。たとえ未来が暗く不確かでも、胸に希望を抱いて進む限り可能性は無限。私はそう信じます。やれやれ、これだから白き月の連中は現実の見えてない無双主義者ほど始末の悪いものはないわね。ですが人は未来への希望があるからこそ生きていける。そうではありませんか。俺だ。芝陛下やルフト将軍もそこにいるか。ああ、それも最高にろくでもないことだな。静観ネットをつけてみる。あの女が静観ネットを乗っ取った。今広告全域に向けて声明を流している。芝陛下、聞いてみましょう。ルフト、静観ネットにつなげ。よい。いいですか、力弱き人間の皆さん。何も私はあなた方を滅ぼそうというわけではありません。使えるものは使う。人間も道具を使って生活してるでしょ。それは私たちにとっても同じこと。ただ使うものが機械か有機体か、その程度の違いでしかありません。あなた方のような弱小種族は、より優れた存在に刺激されることで初めて意味を与えられるのです。まったくよく言うの。私たちを使うと言いましたね。ということは。ええ、私たちに支配下に入れとそう言ってるんですわ。冗談じゃないわよ。なんであんな奴に。静まれ皆の者。まだ何か言っているぞ。我々への帰属を望まぬ者、異議を申し立てたい者、逆らいたい者はお好きなように。ただしあなた方の持つおもちゃでは私のオーガーブは止められませんので、お忘れなきよう。悔しいが、奴の言う通りじゃ。今の広告軍の戦力では、あの巨大艦に対抗する術はない。わしには何もできん。自分が情けないわ。そなたのせいではない。すべての責任は、王である私にある。第三方面軍のこともそうだ。私の無力ゆえに、また、多くの命を散らせてしまった。いえ、女王陛下のせいでは。ああ、うるさいわね。
なんだと？あんたたちが自分を責めたって無意味だって言ったのよ。あんたたちで何とかできた事態でもないし、これが時間の無駄だってどうしてわからないわけ？貴様、その言い草はなんだ？目の前で民が殺されているのだぞ！そうよ。殺されているのよ。私のせいでね。黒き月の生産能力と、ネガティブクロノウェーブの力を使って、あいつは殺しているの。私が守るべき、人間たちをね。ノア、自分を責めても何も生み出しはしませんよ。シャトヤン。ルフト将軍もシヴァ陛下もです。大切なのは過去を悔やむことではありません。これからをどうするかです。面目ない。おっしゃる通りですな。はい。申し訳ありません、シャトヤン様。後悔よりも、まず私たちには、やらなくてはいけないことがあるはずです。そうですよね、マイアーズ司令。きっと、なんとかなりますよ。まだ紋章機があるじゃないですか。その紋章機に乗る、私たちエンジェル隊もね。すぐそこまで危険が迫っているという時に、黙って見ていては、それこそ悔やんでも悔やみきれませんものね。私たちにはまだ戦える力がある。敵をぶっ倒してやるっていう意志がある。それが希望をつなぐということです。戦う力を持たない人々に代わって彼らを守ることが私たちの使命です。あんたたち、ノア。そうよね。それが月の管理者の使命でもあるのよね。その通りです。タクト、あんたの案、採用するわ。白き月と黒き月のテクノロジーの融合。何としてでも、やってみせる。あんたのためじゃないわ。私自身のためよ。このままやられっぱなしにはしない。絶対に。私からも頼む。どういう風の吹き回し？私のことは許さないんじゃなかったの？勘違いするな。私は黒き月のしたことを忘れたわけではない。だが、私は王としてこの国の民を守る義務がある。そのためならば、たとえ憎い仇であろうと頭を下げよう。殊勝な心がけね。構わん。どう思われようと、私は己が責務を果たすのみだ。それに。それに？今のお前なら、望みを託してもいい。そう思ったのだ。シヴァ。トランスバールを代表する女王として、お願いする。黒き月の管理者、ノアよ。そなたの力を貸してくれ。エデンと黒き月の名にかけて、確かに受けたまわったわ、トランスバール女王シヴァ陛下。ありがとう。別に礼を言われるようなことじゃないわ。ん？今度は何じゃ？わしじゃ。どうした？何？敵の艦隊が接近中？うん。うん。そうか。巨大艦はおらんのじゃな。すぐに第18艦隊を迎撃に向かわせろ。巨大艦以外ならこちらの攻撃も通用する。よいな。決してひるむでないぞ。この国の民を守ることが我らの務めだ。聞いての通りじゃ。敵が本勢付近に現れた。おそらくは先遣隊じゃろう。行ってくれるか、マイヤーズ。
了解。現在の状況はこうなっている。エルシオールの現在位置はここだ。先行した友軍はこの位置にいる。敵艦隊の編成だが、いずれも見慣れないタイプばかりだ。おそらく例の巨大艦が生産したものだろう。ついさっき敵の分析データが届いた。第三方面軍が交戦した時のデータだ。わかった。メインモニターに出すぞ。現在のところ敵は3種類確認されている。まずはこの船だ。こいつは速度は遅いが、その分重装甲重武装のようだ。耐久力の高い戦艦タイプといったところだな。次はこの小型艦だ。こっちの船はかなり機動力があるようだ。突撃艦タイプだな。最後に戦闘機タイプ。こいつのスピードには注意が必要だぞ。他の敵に気を取られている間に前線を突破される恐れもある。とりあえず今分かっていることは以上だ。それにしても先遣隊にいきなりこんな大部隊を持ってくるとは。ただの偵察というわけでもなさそうだな。成功法で来たというわけか。厄介だ。ない、実際戦ってみりゃ分かるさ。どの道負けるわけにはいかないんだ。私たちが突破されたら次は白き月や本性が攻撃を受けてしまいます。何としても食い止めなければ。タクトさん、頑張って守り抜きましょう。もう一度作戦内容を確認するか。